アメリカ大統領選挙の民主党候補バイデン前副大統領の陣営は1日、任天堂の家庭用ゲーム機、任天堂スイッチの人気ソフト、集まれ動物の森を選挙運動に活用し始めたと発表しましたゲーム内の自宅の庭に4種類のキャンペーンロゴのプラカードを設置することができ他のプレイヤーが近くを通ると目にすることになります。バイデデン陣営の担当者はアアメメリカメディアに、 動物の森は世界中から多くの人を引きつける多様で力強い場だと強調し選挙戦への効果に期待感を示しています。